白井城市白井藩は上野国に存在した藩。藩長は白井城にあった。戦国時代、白井は関東管領山内上杉氏の支配下にあり、関東管領の居城として関東支配の拠点となった時期もある。天文20年、時の関東管領上杉の政が北条氏康に敗れて上杉謙信のもとへ逃亡した後、白井は 長尾氏の支配下に入り、長尾氏は北条氏の家臣となった。天正18年の小田原征伐で、白井城は前田敏家、上杉影勝の攻撃の前に落城し、長尾氏は没落した。その後、関東に入部した徳川家康は、白井に本田康茂を二万国で入れた。これが白井藩の立藩である。安重は、 慶長5年の関ヶ原の戦いで、徳川秀忠軍に属して、上田城の真田正幸と戦い、伝軍を務めた武功を称されて翌年、三河国岡崎藩に五万国で、数を違法された。ちなみに安重は、藩政においては、城下町の整備に尽力し、藩の基礎を固めた。安重に代わり、慶長六年に松平安長が二万国で入るが、翌慶長七年にすぐ、 下佐国古賀藩へ違法となった。代わって、伊伊直政の次男、伊伊直隆が一万国で入った。直隆の長兄、良伊直勝は、父の後を継いで、彦根藩主となっていったが、何事においても直勝は病弱で、大阪の陣においても直勝に代わって直隆が、出陣して、武功を挙げたこと、直勝よりも、直隆の方が直政の才能を受け継いでいったことなどを、 評価されて、元那2年、家康の命により尚勝は敗されて尚高が、新たに、彦根藩主となった。代わって、白井には、西尾忠長が2万国で入る。だが、元那4年に、日立国土浦藩へ違法となった。その後を受けて、本田康重の次男本田北田氏が1万国で入る。しかし、元那9年、北田氏は、死死なく死去したため、白井藩は、 廃半となり、白井城は破却、その所領は、旗本領として分割された。不代二万国、本田康重不代二万国、松平康長不代一万国、飯伊直隆普代二万国、西尾忠長不代一万,万国本田北田氏。ありがとうございます。